今回は蓮舫の東京都知事選敗北について解説するぜ。よろしくお願いするわ。今回の東京都知事選は、蓮舫が敗北したんだぜ。理由はいくつか考えられるけど、一番大きいのは、やっぱり知名度が低かったってことだな。確かに、国政選挙での知名度は高いけど、都知事選ではそうじゃなかったわよね。そうなんだぜ。都知事選って、地域密着型の選挙だから、地元での知名度がものすごく重要なんだ。蓮舫は、国政選挙で活躍してたから、都民にはあまり馴染みがなかったんだよな。なるほど。だから、知名度が低いってことが、敗北につながったってことね。他にも、政策がわかりにくかったってのもあるぜ。蓮舫は、環境問題とか、少子化問題とか、いろんな政策を掲げてたけど、具体的な内容が伝わってなかったんだ。そうだったわね。政策の内容が抽象的だったから、共感できなかった人も多かったのかも。あと、メディアの扱い方も大きかったぜ。蓮舫は、メディアから厳しいを受けてたんだ。特に、過去の失言とか、政策の矛盾点とか、ネガティブな面ばかり報道されてたんだよな。メディアの報道が、選挙の結果に影響を与えたってことね。そうだな。メディアの報道って、選挙の結果に大きく影響するんだよ。今回の東京都知事選は、蓮舫にとっては、苦い経験になったわね。そうだな。でも、今回の経験を生かして、今後の政治活動に生かしていってほしいぜ。今後の蓮舫の活動に期待しましょう。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は蓮舫さんの都知事選出馬について解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫さん、都知事選に出馬するって決めたんだってな。そうなのね。なんで今なの？理由はいろいろあるみたいだけど、一つには、2024年の東京都知事選挙で石丸伸二氏が約166万票を獲得したことが大きいんだってな。石丸さんって、あの元都議会議員さんよね？そうだよな。石丸さんは、都議会議員時代に東京都の財政問題や教育問題について積極的に発言していたんだ。なるほど。だから、都知事選で注目されたのね。そうだな。石丸さんのように、都政に強い人物が都知事選に出馬することで、都政への関心が高まると予想されているんだ。蓮舫さんは、都政に強いってことで、出馬を決めたのかな？まあ、そうとも言えるだろうな。蓮舫さんは、国政選挙では、政策や理念について積極的に発言しているから、都政でも活躍できる可能性は高いだろう。でも、蓮舫さんは、国政選挙で活躍しているから、都知事選に出馬するのは、ちょっと意外よね。それは、蓮舫さん自身が、都政への関心を高めているからだろうな。蓮舫さんは、都知事選に出馬することで、都政改革に貢献したいと考えているんだ。蓮舫さんの都政改革、どんなものになるのかしら？具体的には、まだ明らかになっていないんだけど、蓮舫さんは、都政の透明性を高め、都民の声を反映した政策を進めることを目指しているみたいだ。都民の声を反映した政策、具体的にはどんなものなの？例えば、都民の生活費負担の軽減や、都内における交通網の改善など、都民の生活に直結する問題に取り組むだろうな。なるほど。蓮舫さんの都政改革、楽しみね。都政改革は、都民にとって大きな影響を与えるだろうから、注目しておきたいところだな。今後の展開が楽しみね。蓮舫さんの都知事選、どうなるか見ものだな。これからどうなるのか、注目していくわね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は都知事選で蓮舫さんが落選した理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、蓮舫さんが落選した理由はいくつかあるんだぜ。一つは、小池都政に対する票が、蓮舫さんには集まらなかったってことだな。小池都政に対する票って、どういうことなのね？つまり、小池都政に不満を持っている人が、蓮舫さんよりも、他の候補者を選んだってことだぜ。小池都政は、実績があるから支持する人も多いんだけど、一方で、物価高や生活費の高騰、医療費の問題など、不満を持っている人も多いんだよな。なるほど。確かに、物価高は大変よね。私も感じるわ。それに、都民の関心が、都政よりも、
他の問題に向いていたってのもあるんだ。例えば、今回の選挙は、ちょうど、夏の暑い時期だったから、みんな、涼しいところでゆっくり過ごしたい気持ちだったんじゃないかな。確かに、暑い時期は、外に出たくないわよね。あと、蓮舫さんの政策が、都民のニーズと合致していなかったってのもあるんだ。蓮舫さんは、都政改革を訴えていたんだけど、それが、都民の期待に応えられなかったってことだな。具体的に、どんな政策だったの？例えば、子育て支援や、高齢者福祉の充実、環境問題への取り組みなど、様々な政策を掲げていたんだ。だけど、都民は、もっと、具体的な政策を求めていたみたいだな。難しいわね。具体的な政策って、やっぱり大切よね。他にも、蓮舫さんのイメージが、都知事にふさわしくないって声もあったんだよな。特に、過去の政治経験や発言が、都民に不安を与えてしまったって人もいたみたいだな。過去の政治経験って、具体的にどういうことなの？蓮舫さんは、民主党政権時代には、大臣を経験したり、党代表を務めたりしてきたんだ。だけど、その時の政策や発言が、一部の都民からされていたんだよな。そうだったのね。私は、詳しく知らなかったわ。結局、蓮舫さんは、都民の期待に応えられなかったってことだな。小池都政に対する票を集めることができなかったし、自分の政策も、都民に受け入れられなかった。それに、過去の政治経験も、足を引っ張ったみたいだな。いろいろ、大変だったのね。でも、蓮舫さんも、精一杯頑張ったと思うぜ。結果が全てではないけど、都民の期待に応えられなかったのは、残念だな。そうね。私も、頑張ってほしいと思ってたわ。今回の都知事選は、いろいろなことを考えさせられたな。都民の意見や、政治家の役割について、改めて考え直す必要があると思うぜ。私も、そう思うわ。今回の選挙で、いろいろ、勉強になったわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫の都知事選敗北について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず今回の都知事選、蓮舫は完敗だったよな。確かにメディアでも落選確実って報道されてたわよね。選挙前に、私都知事選に出るわよって宣言した時は結構話題になったんだよな。そうね、私もニュースで見たわ。まさか本当に立候補するとは思わなかったけど。でも、結果は惨敗だったぜ。落選は確実だったし、得票率も低かったよな。どうしてそんなに惨敗だったのかしら？理由はいくつかあるぜ。まず、蓮舫はもともと人気が高いわけじゃなかったんだよな。確かに、支持率は安定してなかったわよね。それに、今回は都知事選だから、都政に関する政策とか、具体的なビジョンを提示する必要があったんだぜ。そうね、ただ、私は都知事になりたいです。ただけでは、説得力がないわよね。蓮舫は、都政に関する具体的な政策をあまり打ち出せてなかったんだよな。だから、有権者から、本当に都政を任せられるのか？って疑問を持たれたんだ。なるほど、具体的な政策が重要だったのね。それから、蓮舫は過去に、いくつかの失言があったのも事実だぜ。失言って、どんなことだったのかしら？例えば、有名なのが、デフレは、みんなが貧しくなるから良いことだ、って発言だぜ。え、そんなこと言ったの？そうなんだ。他にも、いろいろ言われてるんだぜ。失言が積み重なると、有権者は、この人は信頼できない、って思うようになるんだ。そうか、失言って、本当に影響大きいんだね。それに、今回は他の候補も強かったんだよな。特に、小池百合子都知事は、前回の都知事選で圧勝してるし、都政に関する実績も積んでるんだぜ。小池都知事は、確かに人気があるわよね。だから、蓮舫は、小池都知事と比べて、劣勢だったんだぜ。なるほど、いろいろ理由があったのね。他にも、年齢や性別、出身地など、様々な要因が考えられるぜ。ただ、今回の敗北は、蓮舫にとって大きな痛手だったのは間違いないよな。そうね、今後の活動にも影響しそうね。今回の都知事選は、蓮舫にとって大きな試練だったと言えるだろうな。確かに、
今後の政治活動について考えさせられる結果だったわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は都知事選について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近都知事選の話題で持ちきりだな。特に蓮舫さんの出馬をめぐってはいろんな意見が飛び交ってるよな。そうね、蓮舫さん都知事選に出馬しないって決めたみたいね。うん、実際ネット上でも賛否両論だったみたいだぜ。賛否両論ってどういうことなの？簡単に言うと、出馬すべきって意見と出馬すべきじゃないって意見があるってことだな。なるほど。具体的にどんな意見があったの？出馬すべきって意見は、蓮舫さんが都知事になれば都政が活性化するとか、都民の暮らしが向上するとか、そういう意見が多かったぜ。それはすごくいいことね。一方で、出馬すべきじゃないって意見は、蓮舫さんは国政で活躍すべきだとか、都知事選に出馬しても当選できないだろうとか、そういう意見が多かったんだ。そうなのね。さらに、出馬しないことについて蓮舫さんの決断を支持する意見もあれば、する意見もあるんだ。いろんな意見があるのね。そもそも都知事選って都民にとってすごく重要な選挙なんだぜ。そうよね。だって都知事は都政のトップだから、都民の生活に大きく影響するわよね。まさにその通りだぜ。だから都知事選は都民にとって関心の高い選挙なんだ。それで蓮舫さんはなぜ出馬しなかったの？理由はいろいろあるみたいだけど、一つには国政選挙への意欲があるんじゃないかって言われてるぜ。なるほど。国政選挙の方が重要だと思うのかもしれないわね。それと都知事選への出馬を断念した理由として、自身の力不足を挙げてるんだ。力不足ってどういうこと？都知事になるには多くの課題をクリアしなければならない。蓮舫さんは自分がそれらを克服できる自信がなかったのかもしれないぜ。そうなのかもね。いずれにせよ、蓮舫さんの都知事選不出馬は都民にとって大きな衝撃だったんだ。確かにね。都知事選は都民にとって重要な選挙だから、誰が出馬するのかみんな関心があるわよね。今回の都知事選は小池さんと蓮舫さんの戦いになるんじゃないかって言われてたんだ。小池さんと蓮舫さんだったらどちらが都知事になってほしかった？それは難しいな。どっちもどっちだな。そうね。都知事選は都民にとって重要な選挙なんだ。そうよね。だから都知事選の行方は都民にとって大きな関心事なんだ。確かにね。今回の都知事選はどんな展開になるのか楽しみだな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫の都知事選敗北について解説するぜ。よろしくお願いするわ。蓮舫が都知事選で負けたのは、まあいろいろあるんだけどな。いろいろって具体的にどんなことなの？まず選挙戦でメディアの扱いが悪かったんだよな。メディアの扱い？どういうこと？例えば政策発表会で蓮舫が発言した内容をメディアが意図的にねじ曲げて報道したり、蓮舫の過去の失言を取り上げてそれを大きく取り上げたりしてたんだぜ。それはひどいね。他にも蓮舫の対抗馬である小池百合子氏がメディアに頻繁に登場して人気を博してたんだ。小池さんはメディアにうまく取り上げてもらえてたってことね。そうだな。小池さんはメディアの戦略をうまく利用して選挙戦を有利に進めてたんだぜ。メディアの力ってやっぱり大きいんだね。そうだな。メディアの力は選挙戦を大きく左右するんだぜ。蓮舫さんもメディアの戦略をもっと考えて選挙戦を戦うべきだったのかな。そうだな。蓮舫もメディア戦略をもっと考えていればもっと良い結果が出ていたかもしれない。他に蓮舫が負けた理由はあるの？他にもいくつか理由はあるんだけどな。具体的に教えてください。まず蓮舫は政策面で明確なビジョンを示せなかったんだ。政策面で具体的にどういうこと？例えば都民の生活に直結するような政策を打ち出せなかったんだよな。政策が具体的じゃなかったってことね。そうだな。政策が具体的じゃなかったから都民に響かなかったんだぜ。それは残念ね。他にも蓮舫は都民との距離が近くなかったんだ。都民との距離が近くなかったってどういうこと？
都民の意見をちゃんと聞いて、都民の立場に立った政策を打ち出せなかったんだ。蓮舫は、都民の声をちゃんと聞いてなかったのかしら？そうだな。蓮舫は、都民の声をちゃんと聞いてなかったから、都民から支持を得られなかったんだぜ。蓮舫は、もっと、都民の声に耳を傾けるべきだったのかな？そうだな。蓮舫は、もっと都民の声に耳を傾けるべきだった。他にも、蓮舫が負けた理由はあるの？他にも、いくつか理由はあるけど、今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫氏落選の真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、蓮舫氏が都知事選で落選したことは、多くの人が知っているよな。ええ、ニュースで見たわ。でも、実際には、落選の理由はそれだけじゃないんだぜ。どういうこと？実は、今回の都知事選は、今までとは少し違う状況だったんだ。どういう意味？以前の都知事選は、どちらかというと、政策や実績が重視されていた。なるほど。しかし、今回の都知事選は、メディアの影響力が大きかったんだぜ。メディアの影響力？つまり、メディアが、ある特定の候補者を有利に報道したり、不利に報道したりすることで、選挙の結果に影響を与えたってわけだ。そうなの？例えば、蓮舫氏は、過去に発言したことがメディアによって大きく取り上げられただろ？ああ、あの、二重国籍問題ね。そう。あれは、メディアによって大きく報道されたことで、蓮舫氏に対するイメージが悪くなったんだぜ。なるほど。さらに、今回の都知事選では、新しいタイプの選挙戦略が使われたんだ。新しいタイプの選挙戦略？ネットを使った選挙運動だよな。ネットを使った選挙運動？つまり、スンスや動画サイトを使って、候補者の情報を拡散したり、支持者を募ったりするんだぜ。そうか。今回の都知事選では、スンスを使ったネガティブキャンペーンも盛んに行われたんだぜ。ネガティブキャンペーン？つまり、候補者の悪口を書き込んだり、嘘の情報を流したりすることで、イメージを悪くしようとするキャンペーンのことだ。それはひどいですね。ネットを使った選挙運動は、従来の選挙戦とは大きく異なるんだ。確かに、ネットは、情報が簡単に拡散されるから、選挙に大きな影響を与えそうね。だから、今回の都知事選の結果は、メディアの影響力とネット選挙運動の影響を無視することはできないんだぜ。なるほど。蓮舫氏が落選した理由は、単に彼女の力不足だけじゃないんだ。そうよね。今回の都知事選は、メディアやネット選挙運動が、選挙に大きな影響力を持つようになったことを示す象徴的な出来事だったんだぜ。深いですね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫氏が都知事選に出馬した理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、蓮舫氏が都知事選に出馬した理由は、いろいろあるんだぜ。一つは、彼女が政治家として、都政に貢献したいという強い意志があったからだろうな。都知事選は、まさにその意志を表明する絶好の機会だったわけだ。なるほどね。でも、蓮舫さんって、前に都知事選に出馬して落選したんでしょ？そうだぜ。でも、落選したからといって、政治への情熱が冷めるわけじゃないんだ。むしろ、その経験を踏まえて、より一層、都政に貢献したいという思いが強くなったんじゃないか？そうか、落選しても、政治家としての意思は消えないものなのね。そうだな。それに、蓮舫氏は、国政選挙よりも都政に力を入れてみたいという気持ちも強かったんじゃないかな？国政選挙では、なかなか自分の考えを反映させるのが難しいと感じていたのかもしれない。国政選挙は難しいものなのね。そうだな。国政選挙は、様々な意見や利害関係が複雑に絡み合っていて、自分の考えを貫き通すのが難しいんだ。それに比べて、都政は、より身近な問題を扱うので、自分の考えを反映させやすいと言えるだろう。なるほどね。だから、蓮舫さんは、都政に力を入れたいと思ったわけね。そうだぜ。それに、蓮舫氏は、都政に貢献することで、国民へのメッセージを発信したいという思いも強かっただろう。都知事選に出馬することで、自分の考えやビジョンを広く国民に訴えかけることができる。蓮舫さんのメッセージは、国民に届くのかな？それは、今後の活動次第だな。都知事選で、
国民に訴えかけられるような具体的な政策やビジョンを提示できれば、メッセージは届く可能性が高いだろう。具体的な政策やビジョンを提示することが重要なのね。そうだぜ。蓮舫氏が都知事選に出馬した理由は、政治家としての強い意志、都政への貢献意欲、国民へのメッセージ発信という、様々な要素が複合的に作用した結果だろう。いろいろな理由があるのね。そうだな。蓮舫氏の都知事選出馬は、単なる政治イベントではなく、政治家としての覚悟や情熱、国民へのメッセージなどが込められた、深い意味を持つ行動と言えるだろう。深く考えさせられるわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は蓮舫さんの都知事選敗北について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず蓮舫さんはね、2024年の東京都知事選に出馬したんだけど、惜しくも敗北しちゃったんだぜ。そうだったのね。でもなぜ負けてしまったのかしら。理由はいくつか考えられるんだけど、まず一つは彼女が以前から抱えていたイメージの問題だな。イメージの問題？具体的にはどんなことかしら？彼女はね、以前民主党政権で閣僚を務めていたんだけど、その時の発言や政策がされたことがあったんだ。ああ、あの、二重国籍の問題のことね。そう、あれはね、彼女にとって大きな痛手だったんだ。なるほど。だから、都知事選でも不利になってしまったのね。その通りだぜ。それに加えて、彼女は政治経験も豊富だったんだけど、それが逆にあだになってしまった可能性もあるんだ。政治経験が敵になったってどういうこと？彼女はね、長い間国政で活動していたから、都政のことについてはあまり詳しくなかったんだ。確かに、都政と国政は別物よね。だから、都民の目線に立っていないという印象を持たれてしまった可能性もあるんだ。なるほど、そういうことか。それに、今回の選挙はね、新ウイルスの影響で、都民の関心は経済対策や医療体制の充実に向いていたんだ。確かに、の影響は大きかったわね。ところが、蓮舫さんはね、対策よりも、彼女の得意分野である社会福祉や教育政策を前面に出していたんだ。なるほど。だから支持を得られなかったのね。そう、都民が求めていたものと、彼女が訴えていたものが一致していなかったんだ。だから、都知事選に負けてしまったのね。そう。結果的に彼女は、都知事選で敗北し、政治生命を絶たれるほどの痛手を負ってしまったんだ。そうね、都知事選は、彼女にとって大きな試練だったわね。確かに、彼女にとっては大きな挫折だったかもしれない。でも、彼女は、これからも政治活動を続けるのかしら？それはわからない。彼女自身も、今は国政選挙は考えていないと言っている。そうね。しばらくは政治活動を休むのかもしれないわね。今後、彼女がどうするか、注目だね。今後の展開が楽しみね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。